で、このブッチョね、おっと、これ気づかれた人はかなり、OX マニアの人なんですけど、実はね、ブッチョって、削り出しのね、この、ファットタイヤ用のリムが、色が黒ですよね。で、仕上げるのが当たり前だったんですけど、こう特注でですね、シルバーですね。色塗らないというようなやつで作ってくれたものでした。なんか懐かしいですね。こういうことをね、普通にやってくれる、素敵な、メーカーさんだったな、ということも改めまして思い出しながら、撮影をしておるところでございました。で、これね、今回なんでね、戻ってきたかというと、ちょっと内装のハブですね。にちょっと不具合が出ましたということで、ちょっとうちの方でもなんか手に余るなという風な状態でしたので、メーカーさんの方にご相談しましたら、心よく送ってくださいということでして、このハブ自体がもう今作られていないんですけどね、メーカーさんの方でちゃんと対処して、送り返していただきましたという、もう本当にね、素晴らしい対応をしていただいておりまして、いやー、またね、X なんで、ね、メーカーそのものはあるわけですからね、また自転車事業部、ね、復活とかね、なってくんないかなと、改めまして思うわけでございました。なんだかんだ言いながらね、一頃に比べるとね、折りたたみの自転車のね、ラインナップがだんだん、まあ、淘汰されつつあって、まあ、それはまあ、それで仕方がないっちゃ仕方がないんですけど、やっぱね、非常に斬新な取り組みというのが、だんだん、見受けられにくくなってきているのも事実でして、まあ、そこのところね、また OX さんにね、頑張って追うっていうのを、またね、メイドインジャパン、日本から発信というような、なんかね、やってほしいな、というふうに。改めまして、痛感させていただいたところでございました。まあ、何にせよね、ユーザーさんのところに無事に戻ってくれるというのは素敵なことで、ユーザーさんもね、すごい大事に乗ってくれているのがね、よくわかる状態で来てくれてますので、引き続きね、安全運転でお楽しみいただきたいなというふうに思います。